プリンスイコール分節。はい、どうもニャニーです。本日は昨日もお送りしましたが、王様戦隊キングオージャー第32話遭遇恐竜の感想&考察パート2をやっていきたいと思います。いや、これね32話見終わってもう1日経つわけなんですけれども、興奮がまだ冷めていないということで、本当にね、いろいろね、こうやって考察を考えてる最中も、わ、これ面白かったなってこうね、噛み締めながらね、考えておりました。で、まあ、昨日ね、こちらの動画アップしているんですが、まだ見ていない方はね、ぜひこの後にでも見ていただけたらなというふうには思うんですけれども、本当にちょっとね、喋りたいことが多すぎて、めちゃくちゃ長い動画になりそうだったので、まあ、今回はちょっとね、異例の前編後編という形で2日に分けてお送りさせていただきました。で、まあ1日ね余裕があったからね、いろいろ考えてたら、もうねサムネであったりとかタイトルの方にも書いてるんですけれども、プリンスってもしかしたら未来のブーンなんじゃないかなっていうね答えに行き着いたので、ぜひねその話も最後まで見ていただければなと思います。それでは早速やっていきましょう。チャンネル登録すれば。なぜキングは別時空の未来に。ソウジが言っていたセリフ、仲間が時空を超えた未来から送り込んできた戦士、最強のブレイブを持つ次世代の戦士。この仲間というのはですね、ほぼ確実にキングとウッチーのことを指してるんだと思うんですが、なぜこの2人はですね別時空だけではなくてですね、その別時空の未来に行ったのか、ここめちゃくちゃ気になるところだと思うんですけど、多分ですね最初は普通に同時期の別時空に行ったんだと思うんですけど、そこにはですねダグデドを倒せる鍵になるものがなかったんじゃないかなとちょっとね僕は思ったわけなんですよね。でプリンスからするとですね、今いる恐竜ジャーの世界は別時空の過去になるわけで、まあ別作品でですね最悪な現在を変えるために過去に行き未来を変えようとした青年がいるのをご存知でしょうか。そうです、ドラゴンボールのトランクスですよね。この未来のですねトランクスはなぜ過去にやってきたのかなどなど気になる方はですね、ぜひちょっとね自分で調べてもらえばなと思うんですけれども、未来のトランクスの最大のミッションというのがですね、悟空が死なないようにすることだったと思います。未来ではですね悟空は心臓病によってもうすでに亡くなってしまっていたということで、人造人間に支配されかけた未来になってしまった的なね話だったと思うんですけれども、このドラゴンボールとは逆で過去から現在を救うために20年の時を飛んだキャラクターがいる作品を皆さんご存知でしょうか。そうです、現在アニメの方でもですね絶賛放送中のワンピースワノ国編の超重要人物であった桃之助なんですよね。桃之助が未来に飛んだのは20年後に世界を夜明けへと導く者が現れるから的なことがねあったと思います。その夜明けへと導く者とされているのがルフィなんですよね。この2大漫画の主人公がですね未来でも過去でも超重要人物として扱われてて、ここからねいろいろ汲み取ってキングオージャーの方にね落とし込むとしたらですね、キングオージャーの現在の時空ではダグデドを倒す方法が、まあ、現状ねなさそうじゃないですか。でこの鍵になる人物もしくはアイテムがなかったからこそ、キングとウッチーはその時空の未来に飛んでその鍵となる人物プリンスを見つけ覚醒成長させるために恐竜ジャーのね世界へと連れてきたんじゃないかなというふうに思うんですよね。でこのままいくとキングオージャー世界はダグデドによって滅ぼされる流れになるんじゃないかなというふうに思います。なのでですねこの未来のキングオージャーの世界には現在のギラたちはいない、ギラたち他の王様たちがいないとするならば、もしかするとシュゴッドたちもこのダグデドによって破れていなくなっているかもしれません。ギラたち亡き後にダグデドを倒す鍵となるプリンスが現れたのか、それともその後に次世代の戦士としての力が発現したのか、まあこれねどちらにせよその力を見抜いてキングはとりあえずね自分たちの時空で鍛えようと思い連れてきたんじゃないかなというふうに思います。で昨日の動画ではですねプリンスはキングオージャー時空の未来人というふうにねお話ししたわけなんですが、今回もですねその過程としてお話ししていきたいと思います。プリンスはね一体何者なのか、昨日の動画ではですねギラの子供もしくは子孫という話をねしたわけなんですが、ちょっとねある線を僕は忘れてたんですよね。このキングオージャー一人ですね重要人物を忘れているんじゃないかなというふうに思うんですよね。そうなんですよ、プリンスの正体というのが冒頭でも言っております、
ブーンだと思うんですよね。ブーンはですね、もうすでに皆さんご存知のように結構重要人物になってきそうやなっていう風にね思う部分が多々あるじゃないですか。ゴッドキングオージャーの、ね、乗組員の一人として選ばれてたし、コーカサス城を動かす最後の歯車をたまたま持っていたりと、ブーンなくして今のキングオージャーはないと言っても過言ではないでしょう。それぐらい重要な人物でありながら、第2章に入ってからですね、出てきたのは、27話の数秒だけ。これはですね、多分制作陣がですね、この視聴者からブーンを遠ざけてるんじゃないかなというふうにね思うんですよね。で、未来でも成長したブーンがダグデドを倒す鍵となる人物ということで、キングと出会い恐竜者の世界にやってきて、ソウジによって鍛えられている。でもですね、ここで一つ問題となるのが、ブーンなのであれば、なぜ32話でギラと対峙した時にギラだということに気づかなかったのかというね問題ですよね。これさえねクリアできれば結構信憑性の高い考察になるというふうに思っててですね、いろいろ漁ってみました。これまでのキングオージャーをねちょっとね見返したりもして、気になるセリフがあったんですよね。それがギラがブーンにレインボージュリラを食べさせるというふうにね約束をしていたことなんですよね。その約束通りギラがダグデドにやられてしまう前にブーンにこのねレインボージュリラを食べさせていたとしたら、もしかするとブーンもギラと同じようにような力を継承されてて、なおかつギラはですねレインボージュルリラを食べた前後、もしくはかなりの記憶を失っていたような感じがありましたよね。ブーンにも同じことが起きてて、ギラのことであったりとかこれまでの戦いのことを忘れている可能性もあるんじゃないかなというふうに思うんですよね。レインボージュルリラを食べていないとしても、ギラの死の間際にギラの体内にあるであろうこのねクワゴンのシュゴッドソウルをブーンへと継承したというですね、話も考えられるかなというふうに思うんですよ。だからこそクワゴンはプリンスを認めた。でも今クワゴンはギラとプリンスを認めた形になってて、こんなんありなんっていうふうにね思う部分もあるじゃないですか。これが未来というね要素が加わることで、ギラとプリンスは一応全く同じクワゴンのシュゴッドソウルを体内に宿しているのであれば、それに似合った力をね持っているのであれば、クワゴンも認めざるを得ない状況になるのは納得できるじゃないですか。そういう面からもプリンスイコールブーンであることで、これまでのねブーンの活躍であったり、クワゴンが2人を認めた形になっているのも、全てねこの点と点が線でつながってくるんじゃないかなと思うんですよね。もしこの考察が当たってたら、めちゃくちゃ熱い展開になってきそうじゃないですか。この考察を聞いてですね、皆さんの感想とかもぜひねお聞かせいただければなと思いますので、どんどんコメントお待ちしております。チャンネル登録すれば地球人は元地球人。さあ今回32話の最後に判明しました、地球人元地球人説ですが、これまた面白い要素がね加わりましたよね。面白い要素やけど、これねややこしさも加わりましたよね。ジェラミーたちの父ということは、英雄である6人は地球人なのであればですね、バグナラクはもしかしたら先住民である可能性が出てきて、後から来た地球人が先住民であるバグナラクを倒し地球を支配しているという、可能性が、出てきちゃったわけなんですよね。でもこれはですね、姫野が、人間とバグナラクは遺伝子でいうとほぼ同じ、シュゴッドを食べて取り込んだのがバグナラク、シュゴッドと手を組んだのが人間という、違い的なことを言っていましたよね。となれば、もしかしたらバグナラクも地球人である可能性も出てきているわけで、ちょっとねここがねほんまにねややこしくて、わけのわからない状況にはなってきてるんですよね。そうなると、先住民っていたのかどうか問題が出てくるんですけども、これね YouTube で配信されたラクレス王の秘密に出てきたベダリアが結構ね重要な人物になってきそうな感じがするんですよね。このベダリアは人間でもバグナラクでもない存在というふうに言われておりますよね。なのでベダリアの種族が地球にもともといた先住民という、可能性もあって、ここはですねちょっと、題材にはしたものの整理が全然ついていないので、ちょっと今後これね整理していく必要があるかなというふうに思います。でこの地球人が地球に移住したであったりとか、降り立ったっていうパターン、これまたねワンピースオマージュが採用されてるんじゃないかなって思う点なんですよね。ワンピースの方で言うとですね、月の民が青い星に資源を求めて旅立つシーンが扉絵連載
エネルのスペース大作戦で、まあ、描かれたわけなんですけれども、これはですね連載されてもう何十年も経つんですけれども、未だに謎の扉絵というふうに言われてて、これね本当にいろんなね、このワンピースの考察界隈でもこういろんな憶測が飛び交っているわけなんですよね。なのでちょっとねこれに関してはですね考えが一切まとまってないので、まあ過去に行ける、そして未来に行けるっていうね要素が加わったことで、まあ面白いコメントもね一個だけあったんですよね。なのでそれはですねまたあの金曜日ぐらいに配信予定のニヤニーのワットの方でお話ししたいと思いますので、ちょっとね気になるなって方はぜひチャンネル登録をして、その配信をお待ちいただければなと思います。時系列の整理。今回のこのね32話のせいで、こうこれまで描かれてきた時系列っていうのが結構むちゃくちゃになったというか、わけわからない状態になっている方も多いんじゃないかなというふうに思うので、まあ一旦ですねこの表を用いてあの整理をねみんなと一緒にしていこうかなというふうに思っております。その中でですね面白いところもね見えてきたんじゃないかなと思う部分もあったりするので、ぜひねこれもね最後まで見ていただければなと思います。まずは、まあ、現在の位置をねこことして、でそっから考えると第一章というのが2年前という風になっております。でこれね上と下で恐竜ジャーの世界とキングオージャーの世界で分けて考えていこうかなというふうに思うんですけれども、まずこの2年前に何が起きたのかというとですね、このキングオージャーの世界ではバグナラクの襲来ですよね。そして恐竜ジャーの世界ではなんとこれねダグデド・ドゥジャルダンの襲来があった。そしてそこでブレイブを奪われてしまって今現在はちょっとね変身ができない状態になっているっていう状態ですよね。なのでこのねキングとウッチが時空をね宇宙に飛び立った時っていうのがまだ変身できてたので、この新しく出てきたデーボス軍によってこのブレイブを完全に奪われる前っていうこともねちょっと分かってきますよね。で今回ちょっとね面白いことが分かったかなっていうのがですね、今のこの第2章の時系列から見ての10年前がこのね恐竜じゃ世界ではデーボス軍に勝利したということで、まあこのね現実の時系列でいうと第1章が始まった2年前から10年前が恐竜じゃが終わった時期ではなくて、この第2章の今現在から10年前がこのね恐竜じゃが誕生して、まあ、活躍していた時期ということがね分かったんですよね。となるとですねこのキングオージャーの第1章が行われてた時期っていうのがこっちのねあの普通のリアルな時空で言うと前回ジャーが放送されていた時期っていうことにもなってくるんですよね。でちょっとねコメントいただいたやつを紹介すると、ちょうど閉じるギアで世界が封印された時期と重なるけど何か関係あると思いますかというねコメントだったわけなんですけれども、これはちょっとね個人的な意見にはなるんですけれども、もうここに例えばゼンカイジャーが入ってきたりとかで、この後にねドンブラとのコラボもね控えてるんじゃないかなというふうに思うので、いろんな戦隊とねこうコラボしていくと話がどんどんややこしくなっていくんじゃないかなっていうふうに思ったりもするので、まあ、もちろんねゼンカイジャーとね交わることでさらにね面白さが増してくるし、カオス状態にはなってきて面白いとは思うんですけど、いや今回はちょっと恐竜じゃだけ、そしてまあ V シネであったりとか、まあ、そういうねバーサスシリーズでドンブラとのコラボがあって、まあ、その2つだけぐらいでちょうどいいんじゃないかなというふうに、ね、なってきたりもするんですよね。でちょっとね話を戻して、でプリンスは、この未来から、仲間が送り込んできたということで、で僕の予想ではこのプリンスっていうのがこのキングオージャーとか恐竜ジャーの時空以外のところではなくて、僕はこのキングオージャーの時空から恐竜じゃの時空の方に連れてこられたんじゃないかなというふうに思っているので、一応ねプリンスは上側に位置しております。で番組の最後で明らかになった壁画ですよね。これですね恐竜じゃの方にもこのね壁画に恐竜じゃの歴史というのが書かれてて、でまあキングオージャーの方ももちろんね2000年前ということで、この2000年前のこのねキングオージャーの歴史というのが壁画に刻まれていたわけなんですよね。なのでこの壁画が描かれた時期で言うと、まあキングオージャーの方がおそらく新しくて恐竜じゃの方が古いっていう風になると思うんですよね。まあでもねここで整理して表にしてみたんですけれども、ここから何がわかるのかといえばちょっとね何もわからないんですよね。でまあ昨日のね動画のコメントの方にも結構面白いことがあの書かれていたので、あの恐竜じゃの歴史に関してのねことだったので、それはまたあの金曜日か土曜日のねニヤニーのワットの方でお送りできたらなというふうに思うので、またそこでもいろいろこうまとめていけたらなというふうに思っております。
チャンネル登録するま。今日はですね、一旦この辺で終わっておきましょうか。いや、今回の32話めちゃくちゃ面白かったですね。次回のこのね、33話はどうなってくるのかっていうのがめちゃくちゃ楽しみですし、やっぱりですね、このキングとウッチー素面で出てくるかどうかですよね。まあこれね、ライブの時にも僕一回言ったんですけれども、このキングとウッチーの素面での登場っていうのがもうないんじゃないかなと、僕の方ではちょっとね、諦めようかなと思ってます。で、この諦める理由としてもですね、これね、出てくるんじゃないかって期待してて、実際出てこなかった時ってショック大きいじゃないですか。でもこれね、もう出てこうへんやろと思ってたらですね、まあそのままね、出てこず終わってもノーダメージなんですよね。そしてもし最後の最後にね、素面で出てくればですね、テンションがぶち上がるということで、まあ、僕はちょっとね、自分の、メンタル面のね、維持も考えて、一旦このキングとウッチーの素面での再登場はないという形でですね、この33話に臨みたいなというふうに思っております。皆様はね、どんなスタンスでこのね、33話をこう待つのか、ぜひね、お聞かせいただければなと思います。でもね、これね、ウッチーとキングが今回で出てこなかったとしても、まあこのね、地球人イコール地球人、元地球人っていうのがね、今回分かったので、もしかしたらね、この話だけで恐竜ジャー界が終わるとは限らない。ので、最後の最後にね、もしかすると、そういう2人が登場する回というのがね、また別で描かれるかもしれないので、出てこなかったら出てこなかったで、今後にちょっとね、期待できるんじゃないかなと思っております。ということでですね、この32話を見て、そしてこの動画を見ての感想とか考察生まれれば、どんどんコメントの方でね、残していっていただければなと思います。ということでですね、今日はこの辺で終わっておきましょうか。長い動画になっちゃいましたね。また次の動画でお会いしましょう。ほな。チャンネル登録と高評価をするまふ。これからはまふんとずっと一緒まふ。もう。ニヤニヤチャンネルから逃がさないまふ。